皆さんこんにちは。現代のもののけひめことまこです。ながらでラジオながらじのお時間です。このラジオではフリーな質問をいただきながら音声のみだからこそできるお話をしていこうと思います。ながらでラジオなのでぜひながらで聞いてください。録画でお送りしていますが基本は編集なしの生放送感覚でお届けしています。最後に 次回ののトーークテーマを発表しまますのでで最後までお聞きくださいはい、ということで、えー、5月2日今日はですね午前中ですね10時半今10時半で、えー、ラジオを撮っていますゴールデンウィークの、まあ、中日ということでお仕事の方もいたりそのまま大型連休取撮ったりする方もいるんじゃないかななんて思っておりますが、えー、私はですね今は お家に鶴岡にね鶴岡のおうちに帰ってきていて、まあ、そこでラジオを撮っておりますでまあ動画のあーリ Twitter もそうだしインスタもそうだしあとショートの動画でね YouTube のショートの動画で出したけどこの前、えー、友達が福岡に遊びに来たのでチロッといろいろ あのゴールデンウィーク入る前にプチ旅行をしましたでもめちゃくちゃもうね弾丸というかもう過密スケジュールだったんだけどまず1日目に、えー、昼前に福岡の空港に着いてで、まあ、車私は会社にその昔のね前自分が乗ってた手動装置がついてる車を持ってきてたのでそれでまず山口に行きました。 友達は山口初だったのかな。私は前に怪我する前に行ったことがあってたけどで瓦そば山口で有名なのは河原そばというあの本当に河原に乗ったね茶そばがあるんですけどそれを食べてで鍾乳洞に行きましたまあこれはね、あのー、Vlog でも出したと思うんですけど鍾乳洞に行きましたあと鍾乳洞とかさなんかそういう あの不思議なものなんて言うんだろうねなんかそういうものがすごい好きで,で岩手にも鍾乳洞があるんだけどお怪我する前にその岩手の鍾乳洞に行ったこともあってで今回山口の鍾乳洞も行ってで次高知を行けば三大日本三大鍾乳洞をコンプリートできるというのなんですけどでその鍾乳洞を、ね、調べた時に、まあ、車椅子でも。 行けますよっていうのが書いてあってただその行った時にはねどこがまず駐車場でどこに車を止めてどう行けばいいかわからなくてで地図上にあるのはあのエレベーターがある場所があるんだよねだからエレベーターの入り口のところに行けばいいやって思って、まあ、頑張って探して行ったんですで車から降りようとしたら 係の人が来てあのエレベーター車いすで行くことはできるんだけど本当に一部しか見れなくてその一部を見るためだけの車いす用のエレベーターていうか車いすの人も見れるエレベーターだからちょっとあのー、損だと思いますっていうか <laughs> あの本当に一部しか見れないから損だと思いますよそれよりだったら正面のゲートから行って。 えー、200m くらい平らな道があるのでそこを見た方がいいですよって言われてで案内してもらってその正面ゲートに着くみたいな感じでした。まああの鍾、ー、乳道コースはやっぱりその良かったですけど岩手と違うのが私はちょっとあのー パーーティー感がががある方が好きといいうか岩手はねライトアップすすごいんですよ鍾乳洞青とか緑とか赤とかカラフルな色でライトアップしてるから結構幻想的になっていてで水の透明度が分かるように青い光を水の中に入れてたりするから結構本当に幻想的な感じが、あのー、岩手の鍾乳洞なんですけど。 山口はナチュラルみたいな本当にその鍾乳洞の色というか雰囲気をそのまんま伝えるためにオレンジっぽいというか普通のライトオレンジ色のライトでしか照らしてないのでえー、まあシンプルっていう感じでしたね <laughs> まあなんか本当なんか映えとかっていうのであれば岩手の方が いいかなと思いますけどおいの記憶上岩手の方もね本当に結構階段だらけだったのでちょっと車椅子でどこまで行けるかわからないっていうのと本当にあの山の方に行かないと岩手の鍾乳洞は見れないんですよねなのでまず高知楽しみだな行ってみたいなでその鍾乳洞を見た後にえっ、ー、と元の住神社あの 長戸市っていう方に行くと崖にねあの鳥居がバーって赤い鳥居がすごく連なってるところがあるんです、まあ、それは今度の VlogTikTok じゃなくてショートでまとめようと思うんですけどそこにあの行きましたでそこも私は怪が前に行ったことがあってさすがに鳥居が階段でその崖の方まで行くことはできないので友達一人で 行ってきてき崖の方からテレビ電話をしてくれたりねなんかして、えー、楽しみました。であの鳥居の上に、えー、一つ大きい鳥居があって鳥居の上におさい銭箱があってそこに小銭がこう投げて入れるとなんかこう願い事が叶うみたいな,なんかそういうところがあるんですよ。でそこがすごい坂の上だったんだけど車椅子マークがあってなんか「行けますよ雰囲気」な感じをかもしれす出してたので。 急な坂だったけど頑張って友達から押してもらってまず鳥居の方まで行ってで女の子3人と1人の女性と私たちしかいなかったんですけどみんなで風が強い中ねお賽銭を入れまくってたっていうのがありました私は前やったから、まあ、別にやんなくていいかなっていうので見てましたねまあまあまあ楽しかったですでやっぱそこでみんな一致団結するんですよ順番にみんな代わり番号に、あのー、お賽銭を投げ合って 一人が入れたらみんな拍手したりハイタッチしたりみたいなそういう環境があるんですね、まあ、そんな感じで山口観光をずっとぐるっと車で回って、えー、1日目が終わったっていう話ですね、まあ、2日目に関してはちょっと YouTube でも出すのでまたこれはあの YouTube 出した後にながらじでお話ししようかなというふうに思います なかなかねちょっと言葉だけで説明するのがすごい難しかったんだけど皆さん話は伝わりましたでしょうかでも本当に山口楽しかったのであのー、ゴールデンウィーク後半お近くに住んでる方は是非鍾乳洞の方行ってみたらなと思います結構ねなんか今もう日本人の方がいないんじゃないかなっていうくらいすごい鍾乳洞閑散としてたので あの穴場スポットだと思いますね人が嫌だな人混み嫌だなっていう方は是非鍾乳と言ってみてくださいその鳥居の方は人気なんですよ人気だけど、まあ、コロナのせいなのか時期のせいなのか私が行った時よりは本当に全然人いなくて、えー、まあ夕方とかそっちの方がもしかしたら時間帯的にはいいのかもしれないし夕方の方がなんかこう夕日が沈む感じとね、あのー、鳥居がすごいマッチして。 素敵な感じだったので、ぜひお近くの方は行ってみてください。ということで、あのー、ながらじちょっと時間空きましたが、皆さんに今回のはね、肉、焼肉っていうことをちょっと言いました。やっぱりゴールデンウィーク、バーベキューしてる方多いんじゃないですかね。お肉ね、私も、ーゴールデンウィーク中友達が帰ってきてるので、 焼肉屋さんに行く予定がありますで今日もね午後から夕方かからあーお兄ちゃんとかたちとバーベキューをする予定ですはいふもさんは焼肉はトントンロが好きですなかなかトントンロがときっていうわれ、ねまあね、にはすごいさっぱりしてあのー、私カルビとかもあんま食べれないんだけどトントロは食べれるなって思います はい、で我が家ではバーベキューをやったりしますとお店より外でワイワイしながら食べるのが特においしい時間を気にせずゆっくりできますよね、まあ、確かにバーベキューはそうなんですけどねただ後片付けめんどくさいっすよね <laughs> っていうのがあるはいオレアポーシーさん高畑中のものです配信お疲れ様でしたありがとういつもありがとうございます、はい えーと中島さんは最近は行けてないけど少し前に行ってたお店にあったホルモンの初元うん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 あるよね初となんかあとちょっと脂身っぽいのがついてるやつあ違うなそれ違うな初元かを好きで食べてみましたお店によってあるかわからないけどあったら食べてみてください初元はね名前がちょっと何だったか忘れたけど違う名前で焼き鳥屋さんでね出してたことが出してるところがあって。 そここで食べたことはあります私も結構こう噛み応えがあるのが好きなので美味しそうですね焼肉ホマオッサンさんは焼肉といえば小さい頃家族でよく食べに行ってましたとお肉はもちろん焼肉のタレがついたご飯も美味しかったバウンドですねバウンド <laughs> いや私も昔はやっぱ肉食うんだったら米がないと絶対食べれなかった 食べれ絶対食べれなかったって言い方おかしいけども食べないとなんか落ち着かなかったんですただまあそんなにやっぱり量食べれるわけじゃないなって気づいた時にお肉をいっぱい胃の中に入れたいだからご飯を入れるスペースがもったいないわけですよ米を入れるスペースがもったいなくて、えー、肉を胃袋に入れるためにはご飯は食べないっていうところから あの今はもうご飯は食べずに基本的にもう肉だけを食べますねでお酒もあんまり焼肉行く時って私飲まないんですよまあ飲ま,な飲まなくてもいいという感じで飲まなくてだコーラですねやっぱり焼肉にはコーラ肉にはコーラだコーラ飲みながらたまにこう産地食べながらっていう感じで私は焼肉を食べてますねはい えっと、ナオさんは、えー、高専の2年か3年の時に地元の焼肉屋でバイトしていましたと。スクーターですごい速度だして、通勤して危ない <laughs> あ。確かに。今思うとよく事故しなかったな、捕まらなかったな、だって。<laughs> 自分の好きな部位は王道のカルビとロースです。豚肉も好きです。塩につけて食べるのが大好きです。2ですね。 部位以外にどこで食べるかにもかなりこだわります。えー、おそらく各県で美味しい焼肉屋を持ってそうです。うん、まあ、確かに私も決まった焼肉屋さんがある本当に焼肉屋さんで全然地元ではねここが好きっていうところであるし本当になんか同じ肉なのに全然違うっていうのすごいありますね。 カルビとロースもうさっきも言ったけどさカルビとロースが食べれないんだよもうなんか胸焼けしちゃって年、うん、取ったからとかじゃなく本当に昔からずっとカルビとロースを基本食べることがなくて私はやっぱり牛タンが大好きだから牛タンと調味料とおあとホルモンホルモン系が好きなんだよね 島町丸町は食べれないけど島町がちょうどよく食べれてほんとだから常味の島町を、えー、とタンっていうのがもう絶対ベストなんならもうそれくらいあればいいくらいあとおっぱいっていうのがあるんですよえっ、ー、と豚の乳腺かなどういういろんな名前があるかもしれないけど豚の乳腺とかおっぱいっていう部位がこれもね取り扱ってるところ本当に少なくて である時は食べちゃうでちょっと質が悪いとくちょっと臭みがあるんだけど美味しいところは本当においしいからおっぱい食べたことない人はねぜひ食べてみてほしいで焼き鳥でもあったりするんよねコウジさんはハツが好きなんだっていいですねえー、おゆうまろさんは山口に山口県民で。 来てくれて嬉しいだってよかったですよ山口えー、っとやっぱりゆうまろろさんもカルビ好きだったけど年取りについて油の少ないロースロースってさ油ないかな,なんかおや結構油あるような感じするんだよねあとハラミとかもさなんかうーん私は結構なんかね油を感じるだから牛タンとかも安い牛タンでいいのよなんかいい 牛タン屋さんって牛タンもすごい差し入ってたりするじゃんもうそうじゃないのも牛タンはすごいこうあむ、ま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 、ずっと噛んでいたいくらい食べたいっていうのがあるからねステリマンさんはインドは焼肉がなんて豚とか牛はなくて鶏なんだって鶏の以外の焼肉を食べたことはありません 家では野菜と魚の食文化が多いので出店でやって買ってとかレストランで食べる、えー、インドはあれなんかな宗教的に豚とか牛食べちゃダメっていうことではないのかなうつけものさんは、えー、と牛豚鶏全部好きタンレバー鉢下がり小袋あーいいね地元のスーパーで売ってるものを買って食べてます え、唯一無理だったのが島ウだってえそうなんだ島ウはね結構しっかり焼いた方がいいんだよねなんかもうあれもう溶けてなくなっちゃいそうだよっていうくらいしっかり焼いた方がねいいんじゃないかなって私は思うただそう食べても食べにくかったってあむあむしなきゃいけないからってことかなすごいあむあむしてねガムガムみたいにずっと噛んでたよ私はでもう一度食べたいのが鹿肉 癖のないい牛肉みたたででとても美味しかったですだって、まあ、確かに鹿肉はね今ジビエもすごい流行ってて鹿とかイノシシとか、まあ、それこそこっちだとクマとかウサギとかカモとか食べれますねおいしいよ本当においしい <laughs> まあなんかねクマウサギは食べるのが一番みんなしてわーってこう言われるけどウサギもおいしいんだよね ハッチさん母が油っぽい肉が嫌いだったのでこの老毛の頃はローストタンおおやっぱそうなんだローストタンしか食べなかったとカルビはホルモンとか内臓肉の一種だと思ってました大学生になって友達と焼き肉行ったらみんなカルビばっかり頼むのにはビビったなーだってみんなカルビばっかり本当に食べるよねすごいよ本当にあ れいかさん焼き肉のテーマ私は北海道出身なので焼き肉といえば昔はジンギスカンでしたいやマジ好きジンギスカンもすんごい好きなんだよでやっぱさあのー、地元にもちゃんと羊をこうがいるところがあって牧場みたいなのがあってそこでジンギスカン出してたりするんだけどやっぱね北海道に私一人で旅行に行った時にねジンギスカン屋さんに行ったの。 でジンギスカン屋さんじゃないかえっと鳥えちゃう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 羊肉を食べれる焼肉屋さんに行ってめちゃくちゃ美味しかったえこんなに違うんかっていう、まあ、そこしか行ったことないけどすんごい美味しかったんだよねだから羊の焼肉がもう大好きだし、まあ、熊本だったら馬肉の焼肉だから馬肉を生で 食うんじゃなくて焼肉で食うってさもったいなって思ったけどマジで美味しいあー食べたくなっちゃった早く夕方なんないかなかといって羊と馬は出てこないけどお腹空いてきちゃった関東に来て初めて人気カンは焼肉ではないと理解しましたまあね焼肉ではないかなちなみに牛肉で焼肉をまともに食べたのも関東なんだって えそうなの本当にじゃあ北海道の人はもう牛より羊をめちゃくちゃ食うってことなのかな羊ってさ、その、そんなに安いイメージはないんだけど、逆になんか牛肉の方が安い、あ、高いのかな違う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 。でででででで高いん安いか。羊より牛肉の方が安いのかなって思っちゃうんだけど、 羊のの方が安く北海道では買えるのかなやっぱ出回ってないからさ分かんないんだよねいやほんとお肉って美味しいよねもう本当私は申し訳ないけどビーガンには絶対になれないなもう肉がないと本当にダメだなと思います <laughs> いやーまあそんな感じでね今回焼肉のテーマやりましたでも私はバーベキューはね 好きじゃないのよあのまあ家の前はギリかな,なんかおにお腹をねバーベキューってお腹壊しがちになっちゃうのなんだかなんだかだからあんまりバーベキューでやるよりはもう絶対焼肉屋さんで食べた方が美味しいなって思うしちゃんとしたバーベキューなんか最近だとさグランピングとかでもなんか焼いてくれたりするバーベキューもそれをバーベキューというのかわからないが、まあ、外でグリルとかで焼いてくれるようなやつだったらいいけど ほんとんか川辺でとかさこっちは海でバーベキューやってもいいから海でとかやるともう砂入ってさジャリジャリする時とかすごいあるんだよねだからそれがなんかちょっと嫌で私はバーベキューよりは焼肉派でございます、まあ、たまにはいいかなって思うけどねあの海外みたいにさいっぱいあの串に刺して焼いてがっつくっていうのはちょっとやってみたいなって思ううん いやーいいですね。焼肉。いろんな話がありますね。なんか喋りながらもう一個喋ろうかと思ったけど忘れちゃったんです。忘れちゃったので <laughs>。とりあえず、えー、今日の焼肉のテーマはここまで。で、えー、案内していたあのー、ゲストながらじを5月5日の木曜日にやろうと思います。 で、えー、応募方法としてはまた <laughs> このテーマテーマっていうかキーワードを書いてまたオフィシャル LINE で送っていただけたらと思うんですがあ前回初めてやってみてちょっといろいろちゃんとしないと私が選ぶの大変だなと思ったので、えー、お伝えしますけどもまずキーワード私が後でから言うキーワードをまず書いていただいてながらじゲスト規模を ていいいうことを書いていただく。で、えー、言語障害がある方、なかなかこう初めましてでさ電話だけでこう聞き取るのは難しいので言語障害がある方も大丈夫なんですが、まあ、通訳さんとかがいて、えー、聞き取れる状態で言語あのー、お話しできる状態であればながら自出演も OK ということにします。で、どういういことを、 テーマを話したいのかっていうのもしっかり書いてください。であんまりテーマからそれちゃうとまた次の方の時間がどうしてもなくなっちゃうので基本的にはそのテーマに沿ってお話をお10分くらいしていこうと思います。で、えーあのーまあ、やっぱりこう公の場なのでお話できる内容とできない内容が どうしてもあると思いますこう暴力的なお話だったりねだそういうことはちょっと私の方で判断させていただきながらということでまずはどういうテーマを話したいのかっていうのをしっかり書いて応募していただけたらなと思いますまあ楽しくお話しできたらいいなとということで5月5日のながらじゲストまずキーワードは「タンでお願いします。<laughs> 牛タンのタタンンね、タンと書いてキーワードながら字ゲスト希望キーワードタンをまず書くで、えー、どういったことをお話ししたいのかっていうのをオフィシャルラインからお願いしますで期日としては前日ですね4日4日のお,お昼12時までを募集期間としましてその後、えー、選びまして 当選した方だけにご連絡したいと思います。ちょっといろいろやりとりしてた方もいたんですけど、当選した方だけに、えー、お送りして、まあ、時間調整して、5月5日やろうと思いますので、皆さんぜひ応募してください。 はい、ということで本日の「ながらじ」ここまでということでまた次回5月5日ゲストトークお楽しみにしていてください。はい、ではまたバイバーイ <music>